何をするかっていうと、会員は学術会議っていうのは基本的にどんな学術会議もみんな会費を出して学術会議は成立させてるんですね。でもこの日本私婦学会っていう学会だけは会費は必要ないんです。どうするかっていうと、企業や国家、何でもいいんですが、いわゆる団体からの寄付によって運営される学会なんです。じゃあそんなものを寄付するか、するやつがおるのかって言うんですが、寄付せざるを得ない団体なんです。なぜならその学会に入った人は1年間に10の質問をすることが義務化されている。世界に対してでもいい、どこに対してでもいい、企業に対してでもいい。年間に学会になった人は、会員は10の質問をする。要は学問って問いを学ぶっていう。実際は解釈はちょっと違うんですけど、要はどんな問いをするかなんです。だから10の質問をするんですね。国連に対してでもいい、プーチンに対してでもいい、トヨタ自動車に対してでもいい、何でもいい、10の質問をするっていうこと。それが全員10の質問をやることが会員の義務であって、その10の質問は47の都道府県に全部支部があって、そこに全部集約されます。そしてそれらが全部集約されて、いわゆる都道府県単位の10の質問に集約されるんです。支部の10の質問に集約される。そしてそれが47の都道府県であるから470の年間の質問が本部に集まって、その年の10の質問に集約されるんです。もうこれはものすごい精度の高い質問になるんですね。でそれを公に質問状、公開質問を始めるんですね。例えばこれその中にそういうふうに例で書いてあるんですが、ある自動車メーカーに対して、あなたの会社の作る自動車は、電磁波の対策はどうなってますかっていう質問が言ったとしますよね。そうすると、自動車会社は、いや電磁波については、こういうことをやってまして、それで基準としては、経産省の、基準をクリアしてますとか、国交省の基準をクリアしてますという回答になりますよね。これね、国交省なり経産省の基準をクリアしてるっていう言い方は、電磁波は出てるってことを認めとるんですよ、ね。で、学術会議は、その出てるところがどうなんだということを聞いてるわけですよ。だから別に、お母さんの集まりの茶飲み話で言うてるのじゃん。学術会議ですからね。ちゃんとした回答をしなければならない。すなわち研究機関もあるでしょうし、そこにはデータもあるはずですよ。それから国の基準がどうなってるかのデータもみんなあるはずなんです。それを全部含めてこうなっておりますってことだ。すなわち電磁波は出てるんですねってことになんねん。人体に影響があるとかないとかっていう話を言うんやろうけど、そんなことは聞いてない。それはこっちで判断するということなんですね。で例えば生理用品、ね、女性の生理用品はどうなってますかって、なぜ紙なんですかって、ね、生理用品が紙、紙おむつってのは何なんですかって、この紙である以上、紙を漂白してるのにどんな薬剤を使ってますかって、ね、厚労省の基準をクリアしてます、ね、そんなことは聞いてない。どういう薬品を使ってこれを漂白してるか、で漂白をして今度柔軟をするときにどういう薬剤を使ってるか、こういうことも全部質問の中に入りますよね。でそれが全部数値化されたもので出てきます。そしてそれは例えば日本の女性の世界から比較したときに、日本の女性の子宮頸がんの発症率とは関係があるかどうかな。これ食べ物の関係もある。食べ物も聞きますよ。で要は生理用品と女性、あるいは子どもの紙おむつですね。どうして日本の男の子の精子がこんなに少ないのかな。それはどこから
どこからこういうことになってるのかって、こういうことが全部質問されるんです。で、その今回あれですよね、ごぼうの党が一生懸命やってるのは何やと言ったら、それはもうすごいことだったんですよ。何を言ってるかって、世界でな、世界の先進国、要は民主主義国家で農薬がこんな簡単に手に入るのは日本だけなんや。その どっこも買えないんですよ。で、彼ら持ってきてデータ見せよったら日本だけ買えるの。簡単に買えるの、スーパーかどっか行って農薬が。で、まあ、あれ村尾先生も一回ね、なあのナフタリンか、あれで悩む無臭だ。それいっぱいあって死にかけとった。医者から言われて、何ですかこれ、その何で殺虫剤がこんなに出てくるんですか。いや無臭だですか。いやいや、虫が死ぬんですよ言うて怒られはった。虫を殺す言うとんやけど、その医者から言うたら、虫が死ぬなんて大変なことですよって、そんなもん吸うてどうするんですか。まあ、自殺しようと思ってました。まあそれは違うけど、まあ、そういうことなんですよ。こんなものが何で手に入るのかって、これね、質問しなあかんですよ。そのでこういうことが、まあ、もういっぱいあります。子供らを守るためには主婦学会はどんな質問もしますよ。そしてそれは学術会議である以上ちゃんと答えてこなあかん。その絶対にきちっと答えないとダメだ。さあそういうことになるんですね。でそこで、まあ、実際はこれ学術会議が運用されるとどういうことになるか。まず一堂に集めるってことは無理です。なんでかというと、その学会に入る、会員になりますって言うたら配当がもらえる、実は学会やからね。で義務である10の質問をさえすれば、その会費がいるのと違って配当がもらえるんです。なんで配当がもらえるかっていうと、いわゆるドネーションによってこの学会は運営されていくから、必要以上に集まったものは均等に配当してしまうんです。でその時に、でじゃあ誰がしてくるのか、これね、いろいろあるんですけど、470の質問が47の都道府県から来るでしょ。それをその470から10に絞る段階でね、どこに質問するかっていうことが大体決まってくるんですよ。